い、特別にお風呂の撮影の許可をいただいたので。猫、え、猫越しの湯、猫の湯、猫の湯、じゃあ行きましょうか。 なんでしょう、ね、猫がなんか出たのかしら、ね、なんか関わってるのかしら。ホテルの1階がロビーで、うん、はい、当たり前なのそれは地下がロッカー、そうですね、そう、うん、でそのままそのまま温泉、温泉、左です、左です。夜中12時までやってます。朝は5時から9時まで。じゃあ女性の大浴場に入ってきます。はい、いってらっしゃい、ここまでです。しつぼマッサージ。痛そう、乗れる、乗れる余裕だよ。近くもいる、うん、ありがとうございます。痛いよ。え、全然平気。マジ、え、すごい、あ、気持ちいい。え、待って、やばい嘘でしょ、痛い、ねえねえ、あ、いける、痛い、いける、いや、ジャンプはできない、うん、うん、痛いなんかね、あ、この辺が痛い、胃、胃と、これなんだろうね、腎臓って書いてない、腎臓と、ここの辺が痛い、うん、腎臓とか胃、肝臓、やば、内臓じゃん、飲みすぎですよ。そうですね、はい、じゃあお風呂行きますか、行きましょう、うん、ちょっとね、今誰もいないんで、はい、ちょっと見学に、え、サウナもあるんだね。サウナありますね、うん、ちょっとサウナはこれからなくなるね、ちょっとあれ、おー、やってる、やってる、やってますね、やってますよ、サウナちゃんと。あ、暑いです、はい露天がね、そう、まあここね、うん、まあここはもうでも広いですね、大浴場、広いですね、本当温泉です、住み酔いますもんね、うん、わー寒いですね、わー寒いですね、わー寒いですね、結構移動するね、結構移動、わー寒い、うん、これですよ、いいね、いいね、いいね、露天風呂、露天風呂です、露天風呂、基本温泉来たら、来て、来たら、なんだ、結構あったかい、どう、暑め、暑い、44度、そんなんの、多分ちょっと座ってみ、暑だよ、押すぞ、あー、いや、44はない、うん、そう、2より暑そうじゃない、暑いかもね、うん、暑いだろ、厳選これゴルフ場なのかな、まあそうだよね、ゴルフ場だよ ね、隣はゴルフ場なの、ファーとか聞こえるかもね、ファーとか、いいんじゃない、いいんじゃないの、いいんじゃないの、調整入って、はい、スクワットジャンプ、ジャンプスクワットやって、やってご飯、はい、飲む、飲むよ、やばい、わっしゃい、わっしゃい、わっしゃい、じゃあ、これから行きます、あ、ゆうこさんも脱いでるみたいなアホかアホかってあんたないよ、行こうよじゃあね、じゃあね、はい、サンタに着きました、はい、私たちの客室は、はい、お部屋はオッケー、おー、すごい、なんかすごい、なんだろう、京都京都、京都ある、すごい、ここが一番食べる、ここですか、すごい、超おしゃれ、すごい、なんか食べやすい、オープンザドーン、どうぞどうぞ、わー、帰ります、あら、なんか洋梨が巻かれてます。めっちゃ、え、やばい。マジ？ちょっと脱いだ方がいい？いやね、なんか脱ぐ脱ぐ。すごい。これない。あ、それバッタ。あ、洋梨ってこれね。あ、そう、洋梨が出迎えます。え？ちょっと待って、左やばいね。
とりあえずスリッパ。とりあえずスリッパ履き替えますね。え、すごいじゃん。なんじゃろ。なんじゃろ。変な言葉言っちゃったよ。こっちは何ですか。ベッドルームです。あ、ベッドルーム？寝室ですね。はい。洋室ですね。ベッドが2つあります。はい。うわー、ゴルフ場ですね。お、本当に？一望できます。おー、すごいね。綺麗。すごい。おー、ゴルフ場です。です次ですよ。あっち気になるね。ちょっとメインじゃない？あっち、あっち、あのでもトイレもすごいね。なんか綺麗に。あ、なんか、あ、すごい。なんかガラス張りでエチエチ。あ、いや、ちゃいよ。そしてですね、あ、後ろは和ですね。和ですね。舞台、布団ですね。わお。こちらベッドだな。そんなに。あとここ茶室。素敵。こんないいお部屋。ロイヤルスイートです、じゃあちょっとワインタイムやっちゃいますか、シャンしちゃおっか、シャンシャンシャンしちゃいますか。うん、うまね、ご飯前のご飯前やばいよね。うん、あと1時間ご飯、うん、え、もうご飯だよ、あと10分だよ。え、うん、やばいね。うん、うん、でもさ、このフルーツとかすごいよね。うん、もりもりケーキもあるし、うん、クッキー、うん、これさ、ご飯食べた後とかも食べちゃいそうだね。やばいね、汚くなっちゃったねえ、汚、うん、ないタルト、うん、タルトです。クリームとカスタードもありますね。中にスポンジがしっとりしてそうな、しっとりしてそうなスポンジが入ってます、うん、このね、クリームとカスタードがよく合います。そこさ、黄金比じゃない？うん、あ、お、ジャムも入ってますね。本当だ、うん、いちごジャムが。二人は普段甘いもの食べ、あ、噛んだ、甘いもの食べるんですか？めっちゃ食べます。めっちゃ食べる、うん、めっちゃ食べるね。チョコが大好き。でも20代前半の時は甘いもの私も大好きだった気する。うん、うん、うん、今はあんま食べなくなっちゃったけど。うん、大好き。私も全然食べなくなった。そうだよね、うん、カキあんま食べてもないしない、食べなくなるのって。食べなくなるの、今じゃもう我慢してるぐらい食べたいけど。いいんだろうね、あんまり昔、うん、チョコとかクッキーとか、うん、それしか食べてなかった気がする、うん、食後に絶対何かしら甘いもの食べてたけど、うん、分かる。そうする、行きますか。あ、いいよ、行きましょう。はい、あと10分なんで、うん、じゃーん、じゃーん、じゃーん、すごいね、すごいお部屋。ゴルフ場っぽくない、うん、シャンデリア、すごい、デザイン宮殿、高級店って感じ。今日はこちらでディナーをいただきます。すごいね、なんか全然想像と違った。確かに、うん、確かに、すごいね。飲まないの？とりあえず飲ませてもらいました。乾杯しよう。はい、はい、お疲れ様。ありがとうございます。この中、うん、あ、ほ
高速道路。どこですか。おしゃれ。すべての。染みますか。うん。体に染みますか。染みる。喉に染みる。スモークサーモン。めっちゃ好き。スモークサーモン。スモークサーモンです。どうですか。うん。サーモン。最上級の美味しいですね。出た。出た。視聴者の皆さんも、あの女の子とご飯行った時に。っていうのを聞いたら、うん、あ、これかって思ってほしい、あるある、うん、あるある、食べる前に言っちゃいます、うん、食べる前に言うの、食べ終わる前に、あ、食べる前に口に入ってですね、うん、ちょうどドンピシャ20代前半、めっちゃ聞きたい質問があって、うん、なに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 、なんか多分なんかうちらは、うん、こう座る時によいしょとか言っちゃうじゃん、言っちゃう、言っちゃうじゃん、多分20代の子って言ってないと思うんだけど、うん、よいしょってなんて掛け声するの、え、よいしょ言います、言うんだよいしょ言うの、うん、あまり言わないか、でも基本言う、でも言うならよいしょ、うん、あ、そうなんだ、あ、クラスやっぱ言うんだ、あ、言うんだ、使うんだじゃあ3違いだからそんなこと言うなよって言われるだけなのかな、ね、言っちゃったとか、なんか、わあ、すごい、うん、昭和感じるって言われる、言われるよね、そう、勝手に、20代の子なんて言うのかなみたいな、確かに、うーんとか、とか話しててウケる、なるほどね、もう、あ、言うんだね、あ、なんかちょっと安心した、うん、で今度さ、ウーバーイーツ企画みたいにやりたい、いいと思う、うちでなんか1万円とかわかんない、1万円足んないか、ウーバー食べ放題、中層とかで1万円過ぎちゃう、1万円過ぎちゃうね、うん、10万円とか、うん、やりすぎやりすぎ、じゃあ、お腹いっぱいになる、5万円、2万、うん、2万、2、3万円、2、3万でいける、うん、で、なんか質問とか答える、うん、こうなる、うんうん、楽しそう、うちでいいじゃん、ウーバーイーツ企画、なんか持ち込むよ、うん、うん、持ち込む、うん、うん、ね、これやりたいねってこの間話してた、うん、いいね、うん、改めましてね、乾杯をしたいと、ちょっとワイン、はい、ね、はい、疲れたので、うん、白ワインを、はい、行くぞ、うん、行くぞ、わ、すごい香りが、どうよ、うん、白ワインって感じ、そうだね、ちょっと白ワインって感じ、強いです、強い、美味しい、お酒ってる感じするとチュア入って余裕なんだけどみたいな感じ、いやこれは強くないよ、ね、強くない、味が、飲み、いや、めっちゃ飲みやすい、うん、もう一回挑戦、私が持ってたしゃぶりではない、すごく軽いですかこれ、うん、すごく軽い、へえ、はい、飲みやすい、じゃあ2品目のお料理、人参さん、美味しそうです、人参さんです、うん、すごい、なんかめっちゃ美味しい、あの本物の人参さん、うん、美味しい、体に良さそう、うん、ね、うん、芋とか結構いいけどね、うちは、うん、あんまないね、うん、めっちゃ美味しい、うん、これは好きだ、うん、うん、なんかいいね、人参とかいいよね、なんか優しい、うん、ちょいちょい痩せてやんね、本当ですか、うん、めっちゃ痩せろ、ね、前一時期は良かったの、うん、あの時よりね、あの時いつですか、前回の撮影の時、あ、本当ですか、うん、あ、でもちょっと痩せたかもしれない、ね、したよね、うん、今日思った、うん、でもうちょっと頑張る、あ、そうなんだ、え、痩せても大丈夫なの、あの、うん、太る方がダメでした、あ、そう、太ったらもう体回んなくて、あ、なるほど、はい、飛距離はまあ別に伸びなかったです。だ、伸びなんだ。キレがなくなったからなんか逆にね。ちょうどいい体重で合うんだなと思って。ああ。自分のベスト。だから一番飛んでた体重にしようと思って。あと1、2キロくらい。確かに前回飛んでる感じだよね。多分キレが。パーンってね。高いポールが出てると思う。ポンちゃんは結構ある。太っちゃったら飛ばなくなったとか飛ぶようになった。
あんま体型変わんなくないですか。うん、変わんない。でも、高校の時に10キロ太ったんですよ。へ、そっからずっと一緒です。あ、ずっとそのままキープだ。え、でもキープじゃないんですけど今のいい。そっから落ちないし、こうやって上がっても戻る、なんか戻ってますね。高校でやっぱ食べさせられてすごい難しい。でも胃袋私も高校で合宿で太ったわ。あれそう、来ますよね合宿とか、でなんか上下関係厳しかったから、なんか残すなとか言っても山盛りの米とか食べさせられるので、1年生とかってさ、何合宿行ってもさ試合とか出ないからずっと立ってるだけなのね。食べてもめやそう、なんかそうお腹空かないからやばかったの、ちょただデブみたいな。私も10キロぐらい太ってたかも今より、うん、そうなの、今マジ衝撃だよね、ウケない、ね、12個違う子たちと普通にこんな楽しんじゃうね。だいぶ楽しんでる。なんならちょっと思っちゃう、ランド中お姉さんだった。そうだね、今日は完全にマジお姉ちゃんめっちゃ可愛かった、マジお姉ちゃんなんだろう、お姉ちゃんお姉ちゃんだったよね。でもなんかお姉ちゃんがめっちゃ欲しかったな、なんかそう、お姉ちゃんめっちゃ欲しい。兄弟はお兄ちゃん、あ、お兄ちゃんがやった、お姉ちゃんが欲しかった。兄弟がいるよ、いるの。お兄ちゃんいる。えお兄ちゃんいるよ。お兄ちゃんゆっこ、うん、あ、じゃあ一緒じゃん。一緒だ。お兄ちゃんと妹か、さらに弟がいる。あ、そっか、弟もいるんだ。そう、4人目、4人兄弟の。すごい、すごいよね、ママすごい、ママすごいよね、大変だったと思う。大ちゃんは、私、お姉ちゃんと妹です。あ、3姉妹なんだ。え、みんなゴルフやる？全然。え、大ちゃんだけ？私だけ。え、なんで？親子もないし。はい、家族で私だけ。え、ゴルフのきっかけを？そうなんだ、おじさんがやってたんで。あ、そうなんだ。さえちゃんだけ連れてってもらったタイミングがあったってこと。そう、なんか私やっぱスポーツ始めたくてその時に、なんかやりたいって言って、やりたいって言って練習場でたまたま連れてってもらって。すごいね、珍しいパパ。珍しいよね。うん、そうだと思う。うん、なんかある意味親あんまり口出ししてこないとか、うん、できる親だとレッスンとか始めちゃうんですけど、そういうのがないから、うん、それは良かったかな。なるほどね。子供が生まれたらゴルフさせたい、よね。私もさせたい。うん、私もさせたい。ね、ゴルフはさせたいよね。うん、やっぱ。どっちでもいい。やりたいって言えばよろしい。まあまあね。うん。なんとなく、なんか一緒にできるし。ね。そうだよね。いいよね。多分、ちっちゃい時に多分クラブは握らせると思う。そう、握らせたら絶対楽ですよね、将来。うん。もし、ゴルフじゃなくても、精一杯。ね。そうだね。マイナスない。マイナスないよね。うん、やってなんかやんなきゃよかったと思ったこと一回もない。ないないない。やっててよかったしかないよね。ね、うん。そっか。うん。でちょっとかじらせて。うん、かじらせてちょっとなんか100は気かな、ね、ぐらいな。普通にできたらいいの。いい。どれくらいから始めたんですか。私、待って27、28。うん、じゃあそんなだったっけな、5年くらいじゃない。そうだね。うん、デッスンすごいね。すごい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 。で、ゆっこ週5でクラブにいいですよね。いや、週8それ、あ、ちょっと、足りない。週8足りない。だってさ、ゴルフして夜練習してとかやってた。あ、やってた。だから1日2回とかやってるみたいな。そう、めっちゃ練習してた。すごかったよね。そう、会社員なのに、そうそう、家帰って練習行くみたいなやつよね。ガチでガチでだったよ。狂ったよね、めっちゃ練習してたもん。楽しくて、なんか楽しいのと、あとなんかもうちょっとなんか掴めそうなのにみたいな、なんかこう、ここまで来てんのにこうなんか掴めないみたいな、っていうので、そう、すごいすごいすごいやってた。もうなんかゴルフが原因で分かったことがあるぐらい、彼氏と。あ、そう、うん、すごっ。休みの日にゴルフ入れたり
なんか年始行ったり勝手にしちゃうから。ああ、そう。でも前の彼、私もそうかもしれない。すごい、彼よりゴルフ。いや、あっちが嫌になるよね。別に彼氏よりゴルフとかじゃなくて、うん、今日何してんのって言われるじゃん。私、うん、も会社員だったからさ、土日休みで、うん、でも休みの日だからゴルフ入れたりするんだよね。今日はって言われて、え、ゴルフみたいな、うん、っていうのを毎週繰り返すって、え、もっと早く行ってくんないって言うんだけど、うん、もうそれがなんかダメで、結局私は文句言われるんだよ。ちょっとなんか申し訳ないなっていう気持ちにもなってきて断る。え、そもそも付き合う前にさって、うん、まあ、別に変わってないし、こっちの環境が、うん、え、じゃあ俺もゴルフ頑張ろうって言ってたじゃんな。ゴルフそう、え、じゃあ俺もゴルフちょっとこれを機にちょっと頑張ろうって言ってたじゃんな。マダイのポワレでございます。美味しそう、美味しそうだね。バターソース、うん、素敵な、パリですね、顔が、うん、ね、いい音、うん、大丈夫、結構やばい、やばい、お茶飲みましょう。そういうやばいじゃなくてボワーッとできるな、眠いなみたいなですね、なんか急にさ、なんかすぐ寝るよ。急に黙っちゃって、さっきは急にでもちょっと帰ってサウナ行くからね。頑張ろう。あ、サウナ気をつけてね。寝ちゃいそう。ね、なんか私も寝ちゃいそう。この時間やってたら、うん、寝ちゃいそう。サウナ行く元気ないの？ないね。サウナ行こうって言ってた。サウナ良かったな。ね、サウナきつそうだよ、酔ったら。うん。よくないか。よくなさそう。よくなさそう。よくなさそう。温泉やめるか。うん。